およそ800メートル先、右方向、出口です。あー、辰坊さん、どうも、おはようございます。どうもどうも。グッモーニング。あ、みーちゃん、みーちゃん、おはようございます。グッモーニング、グッモーニング。どうもどうも、おはようございます。あ、どうも、おはようございます。早速、ありがとうございます。グッモーニング、ニューヨーク。ヨッシーです。お元気でしょうか、皆さん。本日はですね、10月18日でしたっけ？水曜日の今、朝、8時41分ですね。なんか最近ちょっと遅くなっちゃってます。はい。お元気でしょうか。あ、サーフィン USA さん、おはようございます。辰坊さん。あ、ダウンベスト。はい、これでも。かっこいいっす。イェーイ。もう、目立ってます。毎朝ね、子供の、学校に、2つ違う小学校にね、あ、ルーシー・ファイさん、ハロー・テラシー、ハロー・テラシー、どうも、おはようございます。どうも、元気でしょうか？ Good, yes. いや、これ、もう大好きですよ、これ、もう。そうで、今日ね、やっぱり久々に、体感が朝見たら、4度とかになったんで、あ、小太郎さん、どうも、ハロー・ニューヨーク、グッさん、どうも、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも、どうも、お元気でしょうか？はい、今ちょうどね、警察が横を通って、まあ本当はね、車の運転中に、携帯の電話をしてはならないっていうね、ルールがあるんですけど、今警察もろ見られましたけど、そんなのはおよそ200メートル先、右方向、出口です。捕まった人はゼロじゃないですかね、全米中で。はいはい、もう先ほどもこの警察とかね、もうね、好き放題信号無視からもう右往左往してるっていうかね、はい、そんな状況ですよね。今日ね、もうめちゃくちゃ右方向出口です。もう完璧に天気がいいんで、もう雲一つもないなかったから、あれですね、およそ200メートル先、右側車線を走行してください。うるさいですね。サムネの写真がね、うちの子供の学校の近くの、教会の、あー、小太郎さん、どうぞ。これかっこいいですよ、やっぱかっこいい。で、体感4度でもあったかいですね。中2枚、タンクトップに半袖のシャツ、今日薄手ですよね。で、これ1枚で、これ結構ね、東京の真冬ぐらいでも、下手したら T シャツとか1枚でもいけるんじゃないですかね。うん。いいっす。皆さんぜひぜひ、こんなに物のいい、ジャンバーっていうんですか？これは、僕は今までないですね。ないです。これ何のクッションなの？革なんでしょう、羽なんでしょうね、ダチョウなんだろう、わかんないです。なんかでもすごいですね、もうなんかパンパンに入ってますよ。うん、小学校が右側車線を走行してください。学校とかでもね、そうですしね、これ着てマンハッタン歩いたらね、目立ちますね。この間も話したんですけど、おしゃれな若いニューヨーカーがみんな見てきます。ありがとうございます、慶子さん、ありがとうございます。そうですね、今度ね、もうちゃんとポータブル Wi-Fi まだちょっと変えてないんですけど、それ買えば
ベッド。そうするとその Wi-Fi が効いてないこういうところでもね、ちゃんと皆さんに綺麗なあの画像がお見せできるかなと思って、ちょっとねご迷惑をおかけしてますね。今 5G とかでやっちゃってるんで、あの昨日とかもね、なんか喋ってる途中にあの駐車場止めた後言葉が全然出てなかったですね。ちょっとあの録画で動画で見直したんですけどね。昨日はねあの後無事にあのあれですね、無料でしたあそこは、はい、ラッキーです、すげえラッキーです。あそこのなんか左側の看板のところが結構あやふやに書いてあって、そのトラックオンリーと火曜日木曜日は止めちゃダメだ、あの9時から10時半まで止めちゃダメだみたいな、あのそういうのをね、あのあれはね、ああすいませんね、ちょっとね西日がすごいんで、あのこれはちょっと待って、今日もね早速大渋滞ですね、早速大渋滞ですよ。ちょっとねあのもう目がねやっぱり眩しいっすよね。まずいっすね。はいはい、そうっすね。でそうなんです、まあ今日はねちょっとあのいろいろあのたわいもないあの雑談みたいな感じで行きたいなと思ってるんですけどね。あのはい、そうです。で結局昨日あのジムのトレーナーと再会して、でそのギリシャ人のね、で彼にそれを伝えて、もう金ないから無理だよっつって、あの悪いけどっつって、自分も生活あるけど俺も生活あるからみたいな、でやったらやっぱ向こうちょっとプロフェッショナルで、じゃあ今まではなんかああいうこっちのジムってやっぱみんな自分たちをこう縛りたいから束縛したいじゃないですか。だからチケット制なんですけど、そのもう30回とか50回とかっていう単位で僕らに買わせるんですよ。で先にお金大金をはたいてそのチケットを買ってみたいな、チケットはないんですけど、そのコンピューターの中でね、であのそれを一回一回、使っていくっていうのが、ニューヨークのねあのジムなりああいうなんか習い事とかした時に、ね、およそ800メートル先左側車線を走行してください、チケット制みたいになってるんですね。で言ったらやっぱトレーナーも頭良くて、じゃあっつってその10回券でどうだみたいな、でいやちょっとその10回とかでも金額一緒だから無理だよっつって、175ドルもやっぱり俺には出せないっつってね。そしたらあそうって、いや分かるよとか言い始めて、で一回そのトレーニング終わった時にちょっとあの事務所来てみたいな感じで、で彼のデスクに行ってそのパソコンで開いて着替えた後に行ったら、そのじゃあこうしようとか言って、その10回で本当は、1750なんですよ、10回で175ドルだからね。でそれを、1500ドル、さらに、2回分無料、そうすると1回あたり130ドルぐらいに落ちるんですよ。でさらに、それでも週3回とかやったら経済的にきついんで、あの 僕はね、なのでそういう人はいっぱいいるからとか言い始めて、週1回で、やってって、
で、その週1回を、ビデオを撮って僕なりそのやり方を彼ってやっぱその世界チャンピオン取っただけあってねおよそ200メートル先左側車線を走行してください。彼のジムのやり方がはいそうですはいそうなんですで僕もねなんで彼に引きつけられてるかっていうと今までもねそれはもうまあ皆さんもね経験あると思うんですけど僕も何人もね過去15年間ぐらいで違うねトレーナーとかやって左側車線を走行してください。彼ねこういう例えばベンチプレスとかあるじゃないですか。いやベンチプレスを上げるにしても直線じゃなくてこうほら前あちょっと待ってこういうやつほら右側のやつ今のが私服で私服警官で私服つか出勤途中の警察で本人急いでるから今みたいに後ろに NYPD とかって印つけて俺を先に入れろみたいな感じでやってましたね。でそうなんです。で彼の場合はこう直線じゃなくて曲線で行くんですよ。曲線全てが曲線なんですね。なのでの人と違うんですよ。だから僕も彼にこだわっちゃってるんですよね。で、全てが曲線だから持ち上げる時も、どう持つにしてもカーブするんですよ。でそんなの僕も見たことないから自分の12、3年のキャリアで、そのジムのね。で、それでね、ちょっとね、彼およそ800メートル先、左側車線を走行してください。で、今日も残りのまあチケットと、まあ結局10回券、まあ無理して、クレジットカードで支払うんですけど、結局もうちょっと借金漬けなんですけどね。もうこれからのね返済が厳しいですけどねもうねしょうがないですよね。でそうでチケットも買う予定です。でもその10回券12回券をもうちょっと金額でかいですけど先に買ってそうすると4ヶ月近く、およそ200メートル先左側車線を走行してください。週1回だけ彼に見てもらって他の日にちは僕が自分でやるみたいな。で毎週1回見てもらうときにそのビデオチェックこうビデオをやってチェックみたいな。左側車線を走行してください。そのビデオのやるときに彼もその地下だからねこの先渋滞があります。地下じゃご注意ください。こういう感じでライブでやっちゃおうかなと思ってたんですけど彼の秘伝を皆さんにお伝えしようかなと思ったんですけど、まあ、でもビデオ撮るんでちょっと彼に許可もしいいんならそれを YouTube に載せようかなって、はい、すごいですよ。昨日も自分でその胸筋をやったんですけど、見てね小太郎さん、はい、胸の筋肉をね昨日胸筋、まあ通称僕はね乳筋って言ってるんですけどその乳筋鍛えてきて、それもほら
本当はそのチケット買う気なかったから、あと4回しかないからもう絶対に覚えてやろうと思って1時間やったんですね。あの記憶に残んないんですよ。その要はパクろうと思ってたんですけどね。そう。あの残らないです。カーブしちゃうから、カーブするから無理なんですよ。覚えられないんですよ。頭が。フィンガー指の指をこっち使ったり、ここ使ったり、ここ使ったりするんですよ。指まで使うんですよ。で、この指のこのこう握った場合と、こう握った場合とか、こう握った場合の時の腕と、ほとんど覚えてないです。無理です。まあだからね、あの、そうやってビデオに残していいよっていうので、で、週一だしっていうので、まあ、まあ、痛いけど、それならいけるかな、みたいな。で、あと、やっぱ目標を持たないと僕もね、やる気ないんで、来年のやっぱ、もう12月は間に合わないんで、やっぱ来年の5月に、そのシニア、50歳以上の、そういう、ナチュラルってやつね、その、細マッチョ系、ナチュラル系の、ボディービル大会に行こうかな、みたいな。昨日もね、まあ営業もあるんでしょうけどね、彼の、その、お前ならいける、みたいな。もう簡単に乗っちゃいますからね、そういうの。よしならいけるか、つって。そう、いける俺、みたいな。あの簡単に乗せられちゃいますからね。俺いけちゃうのみたいな。あのよしなら、彼ね結婚してんだけど、多分両方じゃないかなって思うんですけどね。ちょっとねこれ英語で言っちゃうとまずいからね。多分両方だと思う彼は。よしならいけるよみたいな。で、いやそれ何、マンハッタンでやってんのその大会っつったら、いや違うとかって、なんか他の州でシカゴとか DC とか、まあバルチモアとか、なんかいろんな州でやるらしいんですけど、あそうなん、あやっぱもう世界中でね、ナチュラルですよね。もう、ナチュラル。あの、日本語だと細マッチョですよね。あの、で、昨日もね、ちらっと話したんですけど、やっぱ、僕の目標としてるのは、やっぱ同じアジア人同士のアジア人ということで、金子健ですね、金子健。はい。あそこまで行けたらいいな、みたいな。でも、あの人は相当ストイックですよね。で、あれで、なんかチャンピオン取った時の体重が、体重は最初の初期のあれが似てるんですよ。86キロぐらいあったんですよね、あの人ね。が、今、もし同じ維持してんなら、68キロとかですよね。ただ、まあ僕はそこまでね、絞っちゃうと、この間で、昨日なんか、僕お腹見して、そのトレーナーがもうなんか苦笑いしちゃってて、その、何？うん、あの、ダメだよ、みたいな。プロナチュラル。日本人プロナチュラル。やっぱナチュラル。やっぱ世界中で流行ってんすね。ナチュラルです。ナチュラル。もう、あんなね、ハルクみたいな感じじゃないですよね。あ、わかりました。田口選手、小太郎さん。はい。
それが最近の人ですか。はい。はい。で、だからね、そう。そうですか。あ、そうですか。金子健よりかっこいいですか。金子健よりかっこいいっつったらすごいですね。金子健よりかっこいいのはすごいですね。あの人ね、僕、そう。いや、かっこいいなとか思ったんですけどね。ただ、ああいう、まあ、本当に身に染みて今思ってるのが、ああいうシックスパックスは、全米ナチュラルで3位ですか？それでも3位。うわー、そんなね、バキバキでも3位なんですね。全米。そう、それで、はい。で、まあ昨日ね、この見てください、もう、およそ800メートル先、左側車線を走行してください。完璧ですよね、完璧。もう、天気。もう、快晴。これがね、もう一年中続いてね、なったら、ほんと最高ですよ、この天気。これ気分いいですよね、もう。ウルトラポジティブになりますね、これはね。はい。でもね、昨日そう、トレーナーにね、あれですね、太ったねって言われちゃいましたね。その、お腹が、自分ビール飲んでるでしょ、みたいな言われましたね。もうしょうがないですね。いや、そう、ビールはノンアルコールビールをね、飲んでるんですけどね。ノンアルビール。はい。ノンアルね、ノンアルを、1日3本飲んでますね。ダメなのかな？ノンアルコールでもやっぱり、あれなんですかね。太っちゃうんですかね。なんか糖質、脂質、なんかほとんどゼロに近いようなこと書いてあるんですけどね。そう、ショックですよ。7月からやってんのにね。ただ、自分でわかんのが、彼から7月頃に言われてたメニューに自分でどんどん継ぎ足しちゃってるのは確かですね。例えば朝飯、なんか僕のそう朝飯は、もうはっきり言うと、自分で自己流で継ぎ足しちゃったんですけど、バナナ1本、アボカド1個、さつまいも1個、卵1個、ですかね。あと、ブラックベリーを、とか、ブルーベリーとか、を、山盛りみたいな。に、コーヒーですね。これ食べ過ぎですかね。まあでも、彼の言う量をやってたら、ちょっと、あれなんですけどね、どんどん痩せちゃってて、上の筋肉も全部なくなってっちゃったんですよね。普通にただ、アボカドですかね、小太郎さん。なんかね、アボカドもう大好きになっちゃって、朝丸々1個と夜丸々1個食べるようになっちゃいましたね。で、はい、あ。で、お昼は、12穀米を、0.755 と梅干し乗っけて、
チキンブレスト、チキンの胸肉を味付けしてみたいな、とかサンマ、缶詰のサンマと、あとサラダ思いっきりと味噌汁。あーブロッコリーね、はいはいはい、あーブロッコリーが、そうですね、僕ブロッコリーが抜けてますね、いつもね。なんかあれをなんかそう茹でるのがめんどくさいみたいな、そうですよね、茹でて大量に冷蔵庫の中に入れとけばいいんですよね。でその間に、もうなんで太っちゃったんだろうって感じですね。まあその間にガンガン水分はあのアミノ酸とクレアチンのスポーツドリンクみたいなやつ、ジムで買ったやつをバンバン飲んで、でジム行った、まあジム行かなくても夕方ぐらいに一回あのホーウェイプロテインを一つ飲んで、あその粉のやつを一回飲んで、で夜はほんとアボカド1個に卵にさつまいもにサラダに、お肉か魚みたいな、それもうそれだけですよ。あとノンアルコールビールを2缶か3缶、ほとんど3缶ですね、はい。それ毎日繰り返したら太っちゃいましたね。あの痩せるはずが太っちゃいましたね。なんかなんす食べ過ぎなんですかね。でもそのそんなんだから前よりお腹が空くんすよ。およそ200メートル先、左側車線を走行してください。多分ねその言われてる量の2倍ぐらい食べちゃってるんですよね。それでそんな感じになっちゃったんですけどね。ああゼロではないんですね。やっぱノンアルコール、ノンアルだろうがなんだろうが太るんですね。どうしてもねそのビールとかアルコールのねその癖っていうかそれがね取れなくてね、僕もねあの依存症で、そうか一回のもう本当あのスパークリングウォーターとかでやってみたんですけどね、そのスパークリングウォーターをもうビールと思いながらあの普通に夜ですよね。夜特にそういうビール系が飲みたくなるからね、はい。なので普通のもう000のスパークリングウォーターっていうのをね炭酸水、左側車線を走行してください。でもねやっぱそうしたらノンアルの方がいいなみたいになっちゃったんですよね、はい。まあ、今日もね混んでますね。もう9時9分。もう今日はね、もうあの陣取り合戦っていうか、もう今日はないからどうしようって感じです。あの昨日みたいにね、また簡単に見つかればいいんですけどね。この先渋滞があります。ご注意ください。今日はもう最悪は。あの11ストリートにあるあのビルの駐車場にねもう入れるしかないですよね。今日も混んでますね。水曜日、月火水、おーみんななんだろうな、やっぱ読めないですねニューヨークね。パターンルーティンがみんな違いますね、生活ルーティンがね。まあある意味ね、まあいいことですよね、うん。
すごいな、これは。今日も渋滞。今日もね、うわぁ。雲一つないっす。うわぁ、これ気持ちよさそうっすね。こういうのね。なんかセスナ機とか乗ったりね。スカイダイビング。危ないけどね。今日気持ちいいんじゃないですか、これ。またスカイダイビングとかね、ちょっとアメリカの場合ね、事故率多いですからね、ああいうセスナとかもそうっすよね、セスナ機とかもね、うわー気分いいっすねこれ、はい、そうだからね、そのビデオ、そうビデオはね、もう今日絶対撮るんです、撮っていいって言ってたからね、彼ね、そう彼、そう載せますよ、あのディミトリスって言うんですけど、あのかっこいい、かっこいい男ですよ、あのねすごいですよ、で彼なんか本当はね左足のそのな何の骨、太ももじゃないか、あの僕名称がよく分かんないんですけど、そこの骨がパキッて折れて、でやっぱもう大人なんで、その多分40代ぐらいだと思うんですけどね、そのもうその回になるとね、あの骨とかね、アメリカの場合ね、その自然にもう骨がひっつかないということで、あの鉄をね埋め込むんですよ、この国、あの腕とか足とかで、あの太い骨がパキッて折れるとするじゃないですか、あのまあスキーでもスポーツでも、で彼はスケートボードで、ね、あじゃなくて電動スクーターで、であのその場合ね、もうまあ日本も今そうですか、あの鉄を入れるんです、鉄をその骨と骨のところに補強するんですよ、で薄い鉄を、でもうそれをそのまんまつけっぱなしになるみたいですよで、なんか普通ならばやっぱ完治するのにやっぱ相当時間かかるらしいんですよ、期間は分かんないですけど、でも彼1ヶ月ちょっとで復帰してきましたからね、で足と写真見せてもらったんですけど、彼のあの骨折って、やっぱそのさすがにその手術後まあなんか14日間2週間ぐらいは絶対何もできなかったのかな、で足、左足だけがもうバンバン痩せ細るじゃないですか、でその痩せ細った時の足と、昨日取ったかなんかの足がもう全然もう昨日撮った写真、彼が撮ったやつ写真はなんかもう右足とほとんど変わんないみたいな、だから彼は知ってますね、あのどうやって筋肉を作るのかとか、そうで自分それどうやったのって言ったら、トレーニングだよっつって、そのおよそ800メートル先左側してください、リハビリのやり方も彼は全部知ってんですよね、自分でね、はい、それとその食事だよみたいな、そうで見てごらんっつって、なんかもう確かにもうね3倍近くなってましたね、彼の足、その痩せ細った時と手術後の、でもね昨日の時点でまあちょっと足引きずってましたね、ちょっとね、うん、まあだいぶまあ普通の人よりはもう急スピードで直したんでしょうね、自分ではね、うん、なので今日は多分昨日胸筋をやったからね、今日はね足筋ですね、足筋、足、太もも筋、
その足筋もねすごいっすよ。僕の時にねジムのとこの駅前のねジムに行って、まあ自分でやってて、その足をねあのマシンでやったらね、地元のそのトレーナーとかね2人ぐらいね僕がやったの見てましたね。やっぱね、こうカーブさせんで、まあ先に言っちゃいますけどね、彼曰くその僕らのそのトレーニングはにでってなどういう意味っつったら、その DNA 原はみんな DNA 出てきていて、その DNA の写真を見てごらんみたいな、ツイストカーブしてるでしょみたいな。だからトレーニングも DNA のようにツイストさせないといけないんだみたいな究極ですよ、究極ちょっとね刺激を受けてますね彼には全ては DNA だと、はい、すごいっす。つってましたね。もう大地の恵みじゃないですけど、もう大地からの食べ物はい、そうするとキングテツナショナルフィックとキングツツナショナルジオグラフィーをテーマにするんですね。ツタンカーメンだ。今日タクシー多いですね。全部黄色ですね、イエローキャブ。はい、こんな感じですね。もう10、これで、すいません、やばいっすね、これね。すいませんね、本当にね、早くポータブル Wi-Fi 買わないと、まずいですね。まずいっす。いやこれすごいな。これでピンボケしないと思うんですけどね。多分しちゃうかな。ね、もう10月18日ですね。なんか10月11月ってなんか特に秋かなんかやることみたいなビッグイベント、まあニューヨークはね、ハロウィンパレードですね。で、あとはニューヨークマラソンね、はい、でこのまんまその後、11月に入って、で11月の、4週目が、それでっかいイベントでサンクスギビングですね、感謝祭、はい、そこはみんな今度でっかいねホリデーに入りますね。でアメリカはそっから、12月の、26日までが長い冬のねバケーションに突入します。でおまけで、31日1日で2日からみんな普通に、生活を送るみたいな、
これがねアメリカンのパターンですね。で10月ね、でもなんかまあいろいろ体制を立て直す時期ですかね。10月11月まあでもねちょっと個人的にはちょっとね支出が増えてますね僕はね。こう予期せぬ出費じゃないですけどね。何ですかねこの予期せぬ出費って。ほんとねその毎月そのこのそれを考えとかないとね、次から次へとねなんかはっていうようなあの出費ばっかりですよね。およそ200メートル先左側車線を走行してください。なんか年々どうですか皆さん、あの年々出費が増えないですか。なんかもう年々出費が増えて、もう来た時のなんか来た時の出費15倍ですよ来た時の。渡米してきた時のもうなんだよって感じですよね。もうそうこのニューヨーク生活ね。まあもうね始まっちゃってるからね、その途中でね回り始めてるね、もうこの車輪は止めないですからね。もう行くとこまで行くしかねえみたいなね。ね、この景色僕は大好きですね。こんな感じでね、はい、9時24分なんか昨日と同じぐらいの時間ですね。はい、だから今月だけでもね、そうですね、僕の予期せぬ出費でっかいのはやっぱその歯医者さんと、まあこれはね自分のプライベートで自分で悪いんだけど、トレーナーフィーとか、あと家のね、そうそう、こっち普通のこういう前に見えてるようなね、こういう高層ビルは別として、あれはねちゃんと知ってると思うんですけどね、あの普通の一般人のね住むところはね、あのみんな基本的にボロボロなんです。築100年とか平気のアパートなんですよ、家とかも。でなのでもうね、左側車線を走行してください。毎月ねどっかがね壊れるんですよアパートの中の。で、あのうちはその台所のあの蛇口、水道のその水道のあの出る蛇口があるじゃないですか、あれが壊れて、それと、自動乾燥機ね、ディッシュドライヤーも壊れて、はい、それをもう一昨日月曜日の日ね、あのホームディポって要は日曜大工センターみたいなのがあるんですけど、そのホームディポでそれも買ってみたいな、はい、もうねもうエンドレスですね、エンドレス。はい、ここからねいつものミッドタウントンネルが入ってきますね。もしねこれで電波通じなくなってしまいましたら申し訳ございません。本当ね、
もし途中で切れちゃったら申し訳ございませんね。なんか切れる時と切れない時がね、ありますよね。こんな感じで、わーすごいな。あー今日はもうトンネルの中で止まっちゃってますね。ってことはマンハッタン島の出たところも止まっちゃうんでしょうね。天気がいいとね、よく寝れますよね。今ちょうどね、イーストリバーの下あたりですかね。すごいですよね、テクノロジーね。どうして川の下のトンネルの中で電波が通じるのみたいな。どうやるんですかね。すごいですね。まあね、地下鉄もそうですよね。地下でどうやってそういうのが行くんだろう。電波じゃないですかね。ちょっと僕の分かんない世界ですね。ここは多分一番深いところかな。およそ800メートル先、左側車線を走行してください。これで、さっきのが多分川のど真ん中かもしれないですね。で、今登ってってますからね。だいぶね、ここも。マリオもだいぶ慣れてきましたよ。およそ200メートル先、左側車線を走行してください。担当到着です。左側車線を走行してください。こういう感じでね。あ、ここね、およそ200メートル先、左側車線を走行してください。こういうのはね、この先スピード取り締まりがあります。左側車線を走行してください。鉄っぽいですよね。鉄、土、石っぽい。石、左方向です。次に右方向です。あ、トラック回ってくんのかよ。回ってくんだね、こいつ。はい、こんな感じ。前のね、あのビル K っていうアルファベットですよね。左側の前の K ビル、 K、多分オーナーとかのイニシャルの K なんですかね、うん、でもあの K のあの角度、上の方の、うるさいね、後ろ。右方向です。ちょうどマンハッタン到着しました。今日はね、混んでますね。てかもう
すっかりあのもうコロナの前にもうすっかり戻ってますね、街は。前のね、あれがテスラですね、テスラ。もう今、うじゃうじゃ走ってますね。で、なんかもう値段も安くしてて、前のやつも多分、4万ドル前後なんですよね。要は、みんなテスラを買わせようとしてるんですよ。初期のね、なんか何年か前のテスラは7万とか8万ドルとかだったんですけど、もう今ね、4万ドル前後ですよね。また事故ですね、多分。事故っぽいな。救急車来てるってことは人を離れられたのかもしれないですね。すごいな。今日水曜日で、あと天気もいいからみんな外出てるんですかね。こういう感じで、トラックが何かあったのかもしれないですね。やべえ、なんか電波悪くなってきましたね。まあ、こういうところでもね、切れてしまいましたら、ちょっと本当申し訳ないです。郊外に住んでる女性の人たちはね、やっぱこれが嫌だとか言って車ではあんま乗ってくる人少ないですね。なんかすごいじゃないですかこれ。みんなグネ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 動いてくるからね。みんなお構いなしに二重駐車とか普通にやっちゃうからね。それも原因なんですよね。でもみんなね、そうなんですよ。そう、二重駐車をね、まあ、僕も含めてなんですけど、みんな、まあ、車が多すぎるっていうのもあるんですけどね。その二重駐車当たり前みたいになっちゃってますもんね。これがちょっと危ねえな。危ないんですよ、何気に。ちょっと待って、これでこのね、右側の、そうなんです。ああいうね、こういう感じでね、もう二重駐車しないとね、こういうゴミ収集とかも
でゴミが収集できないですもんね。あ、今ちょっと可愛い子一人いましたね。やべえな、もう街の中は可愛い子だらけですね、本当に。およそ800メートル先、右方向です。この先スピード取り締まりがあります。これ、ね、ちょうどね、ここ14ストリート、ここもねユニオンスクエアって言って有名ですね。あの人気です。このトラックついていくしかないですよ。そう、将来ね、もしトラック買うとしたら、あの前のトラックが欲しいですね。このラン、危ねえな。ああやってね、突っ込んでくるからね。あの右側のね、レッドワイン色したあれがね、欲しいです超でかいですよ、あのトラック、うん、はい、あれなら後ろに結構もう自転車でも何でも積めるし、あの後ろをおよそ200メートル先、右方向です。テント積んだりとかもで、あそこにテントつけたりもできるんですよ。結構便利なんです。で、まあ、2列なんですけどね、あの椅子もでかくてね、はい、右方向です。ね、みんな信号無視してくるから、はい、今日は目的地に到着しました。ありません。 FDNY 消防署がついてますね。ありません。もう二次駐車、これもね、みんな開くの待ってんすありません、ありません。今日は分かってます。ないのは。こっからちょっと旅に出かけます。9時半、約1時間。またね、ちょっとこっからちょっと噛んでね。ここはね、イーストビレッジの昨日と同じですかね。ここね。こういう感じで、ないっすね。まあでもね、この朝のこの光景ね、なんかなんとなく喉がですよね。なんかみんな、なんとなくみんなコーヒー片手に、はい、みんなコーヒー朝飲んでますからね。でやっぱコーヒーはね、あの体にいいみたいですね、コーヒー豆、うん、あー、ここですよ、罠ですよ、罠。はい、あー、ダメだな、でもダメです、ダメです。いやー、ちょっとね、これからイーストビレッジの街の中をね、無料駐車場探しの旅に出かけますもうね、こんな感じです、毎日、はい、これがね、はい、現状ですね、現状。今日のバスもね、あんまり人乗ってないですね。でもね、マンハッタンもそうですね、うん、これね、おばちゃんね、おばちゃんリンゴ食べてるからね、リンゴならキウイがいいでしょ、キウイ。
っち行こう。ああ、前の人もね、お客さんですね。ちょっとね、この先スピードカメラがあります。ご注意ください。こっちから行ってみますかね。あ、こいつも狙ってっかな。ちょっとね、こっちから行ってみますね。もうほんとこの辺辺でもうどこでも空いていればもうそこ狙っちゃうんですけど、はあ、で もうこれはもうね、この時間を超えたらみんな車でマンハッタン入ってきて、いやどうしてもお金払いたくないって人はね、みんな同じことやってるんですよ。もうだいたいね、3台ぐらいね、その同じ車うろ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 するんですよ、もう毎2回、はい、やっぱね、このそうなんです。たまにね、マンハッタンに来るんでしたらね、もうどこ止めようがね、あの駐車場で60ドル払おうが50ドル払おうがね、それはいいんですけどね。それは毎日になるとね、ちょっと嫌ですよね。それはね。この左のね、小さいとこでも、この左のところもね、すげえうまかったんですけどね。これね、この左の、あそこはね、なんかメキシコ系のやつが、結構ね、お母さんの味じゃないんですけど、ご飯の上に、ご飯の上にね、豚肉とかチキンとか乗っけて、横にサラダってめちゃくちゃうまいんです。そう、ダイエットする前まではね、よくそこ食べ行ったんですけどね。で、今のああいうお店が前話したそういう、この右側がプロジェクトになってるんですけど、その人たちがよく買いに来てる場所なんですよ。で、この先スピード取り締まりがあります。そこでも値上げして、12ドルですね。もうなんかめちゃくちゃですよね。なんか前の車も全く僕と同じ行動を取ってますよね。100% 彼も狙ってんですよ、駐車場。スピードも遅いし、そうするとこの彼と同じ行動をしてると彼に取られちゃうから、あのね、もう彼とは離れないといけないんですよ。バイバイってしないと、あれの後追っかけてるとね、僕は見つけられないからね。だからこの彼がまっすぐ行くのか左行くのか、僕は左行きますね。左折しないでほしいですね。あ、こいつも左折しますね。こいつも狙ってますね。でも僕はね、こいつじゃなくて、あの皆さん全く同じ行動をやってますね。前の彼と僕が、彼もね、駐車場を探してるんですよ。あー、意味ないな。ちょっと待ってくださいね。意味ねえな。ダメだ。僕この後その、この間ニアベ行こうと思ったんですけど、ニーストリート。あ、行け、曲がれ、
曲がれ、よし、さよなら、さよならです、バイバイ。これで危ないな、こういう感じで、これね、イーストセカンドストリートで通れないんですよ、ここも、ここはな、止めれないんですよ、バシッとチケット取られちゃいますね、ここはダメかな、ダメですね、ね、Tuesday Friday、これで開いてないですね、これで、はい、ここはね、一阿部とセカンドアベニュー、昨日もここ通りましたね、もう1とか数字が1とかになってるんで、もうこの辺りからね、まあまだギリギリイーストビレッジですね、とかローアーイーストって言いますね、それを言って、そうするともう僕はね、先行かしてちょっと違うところに行きます、これね、前が、ミッドタウン、数字が上がってきますね、前の方に行くと、で後ろが、ダウンタウン、自由の女神とかバッテリーパークとかある方ですね、これでこの間ね、いやここじゃなくてこの間止めたとこ行きますか、あそこね、あそこあるかもしれないな、ちっちゃい、これ本当はね、ここバスレーンでダメなんですけど、もうこのまんま、こういう感じで、はい、これね、こういう感じで、もうイースト、ここもうイーストビレッジの、ハーツオフイーストビレッジですね、もう、イーストビレッジの中の方ですね、ここら辺はね、ノースタンディング、気象って感じですよね、入ったのか、今の入ったの、やられちゃった、入ってた今の、あ、後ろも探してますね、ふっなんてこんな感じでないんです前雨の時にね、ここの右側のところにね、2台分ぐらい空いてましたよね。ちょっとこの奥の方行きましょう。ここはもうアベニュー A ですね、アベニュー A。イーストビレッジってこう、川沿いに沿って細長く深くディープに、はい。こういうアベニュー A とかアルファベットはもうこの辺りしかないんですね。このもうちょっとさっきの14ストリートとかあっちの方に行くと、もうこれはねないんです、このアルファベットは、これね、このイーストビレッジだけですね、はい、この辺だけぶっとくなってるんですね、ダメですね、ここ駐車場で開いてないよ、見事に開いてないですね、あ、この間雨の時その右側のそこですね、開いてないですね、開いてませんもうアベニュー B です、
もう、イーストビレッジのね、あ、イーストビレッジじゃない、その、川沿いにもう、向かっていってますね。だいぶもう端の方ですね、これは。はい。もうこの辺はもう、15年ぐらい前はもう危ないです、夜は。もう今はね、全然危なくないですけどね。うわぁ。見事に開いてないですね。困ったな。ちょっと大変ね。これを下がる。下がる。下がって。あ、そっか。違うわ。ここは、ここ行き止まりだったんだ。これちょっと右行ってみますかね。そこにね、確かにプロジェクトがあるからね。ここどん詰まりだったような気がするんですけどね。あ、開いてるわ。ちょっと待って、あれ、あ、どうだろう、捕まるかな、これ。捕まりますね。これも罠ですね。小型車だったら今の止めれたかもしれないですね。あ、あ、見つけました。見つけたけど超狭いですね。ラッキーです。見つけました。見つけたけど、めちゃくちゃ狭いです。ちょっと待ってね。見つけました。ラッキーです。どうどう。見つけました。ちょっとね、あのお店からは遠いんですけど、あと超狭いです。もう50ドル払うよりは。どうも、おはようございます。元気でしょうか。いやー、今日出てから75分、1時間15分かかっちゃいました。どうもどうも。東京青山スパイラルホール、すいません、知らないです。50ドル嬉しいです。あ、どうぞ。お疲れ様です。嬉しいです。50ドル浮きました。50ドル。やっぱこういうの嬉しいですよね。やっぱでかいですよこれ。もうね、ちょっとね、半分諦めてました。ここ一周してもう無理なら、もう一回くらいチャレンジしたかもしれないですね。同じとこ。で、無理たら、さっきの11ストリートの、まあ、45ドルのとこに、もう預けようと思ってましたね。そう。まあ、でも、あそこももう人気でいっぱいだったかもしれないですからね。いやいやいや、皆さん元気でしょうか。もうね、はい、
10月なんかね、はい、そうですはいはい、その通りです、その通りです、その通りです。もうお金はね、いろいろね、こう回す感じで。昨日もそう、まあね、もちろんみんな人間ね、お金は気になるじゃないですか。で、いや嬉しいです。あの気を使っていただいて、僕もなんか心強いです。そういうことを言えるとね、頑張ろうってなりますね。そうです。なんか見ていただいてるんで、ちょっと頑張って、本当ね、僕のね、こういう、もし見ていただいてなかったらね、もうめげったかもしれないです、今日も。簡単にめげるんで、ああ、もうダメだ、みたいな。そうなんですよね。こうね、見ていただいてるんで、頑張らないと、みたいな。はい、そういうパワーってすごいね、ありますね。本当に。本当すごいパワーですよ。で、はい。全部がやっぱこうね、一つにこう繋がってますよね。お金。まあまあ、もちろん当たり前なんですけどね。で、お金。やっぱね、毎日ね、お金のことも考え、ね、毎日考えますしね。お金と、お金でしょ？で、どうやったら幸せになるのか。自分なり、彼女なり、彼氏なり、パートナーなり、子供なり、ね、その、自分の知り合いなり、ね、グループでもそうですよね。でもまずはね、自分自身ですよね。自分自身そうですよね。で、そう、それを毎日毎日ね、僕も考えてますよね。毎日もう毎日、はい、で、ね、あとそのもちろんね、その物欲もね、やっぱありますもんね。もう、だからね、そうなんですよ。で、年々ね、その、僕もね、その、もう物欲がね、ちょっと激しくなってきてて、自分でもちょっと気をつけなきゃいけないですけどね。ああ、そうですか。嬉しいっす。嬉しいっすね。ああ、嬉しいっす。すげえ嬉しいっすね。そういうのね。いや、ね、そう、皆さんにね、そう、その、なんだろう、その、本当に、まあ、ニューヨーカーでね、こう、車通勤してる人が一体どんな感じで、車通勤してんのかなって、その、一般庶民ですよ。僕みたいな、その、一般庶民が、こう、マンハッタンにね、通勤して、どんな感じで、毎日やってんのかなっていうのをね、少しでもお見せできたらはい、本当にね、そうなんですよ。だ、僕もね、これ車で通勤するまでやっぱ分かんなかったですよね。こんな世界、うん、で、やっぱこの車は車の中でのこういう、まあみんなそうだと思うんですけどね、車の世界があって、で、特にこのニューヨークとかだと、ああいう車も、まあ、ハイウェイなり道路とかも走ってて、こう大きい車がやっぱり強いんですよ。で、もうみんなその大きい車にやっぱりがもう一番みたいな、うん、残念だね、残念ですよね。だからさっき言ったね、僕次はもし、まあ、乗り換えるなり、2代目なり、まあ、状況は分かんないですけど、その本当にね、次
さっきのあのワイン色してたあのラン RAM っていう、トラックですね。あれかっこいい、僕はかっこいいと思うんですね。最近ね、そう僕ね、ああいうトラックとかが好きになってきてて、あの見てて本当にかっこいいなと思うんですよね。パワーありそうだしね、はい、でさっきのランなんて僕のこの SUV のこの車の 1.25 倍ぐらいありますね、大きさ。並ぶともう僕のこれが超小さく見えますからね、あのそうなんですよね、はい、でね、まあそうなんです。でまあそう、その物欲ね、物欲、うん、あそうそう、だからあんな感じでハマー、そうなんですよ、体も車もビッグに、そうです。ハマー、そうです、ハマー、まず車のハマーですね。ハマーね、不思議な現象が起きて、その僕が飛べ、はいはい、あの僕が2003年に渡米してきた時がピークだったんですよ。バーンって来て、その後もう深く理由は分かんないんですけど、深い事情はこれがね、こうっすね、何なんですかね。最近ね、まだまた生き延びて、まあ若干上がってきてるような気がするんですけどね。何なんですかね、分かんないです、理由が分かんないですね。もちろんね、僕その2003年来た時にハマー大好きで、レンタカーでね、一回マイアミにその時行った時にレンタカーでハマーレンタルしたんですよ。すごいっすね。ただね、ああ MC ハマーもね、もうあの辺の人はもうあの億万長者になって、あのまあ優雅に暮らしてるんじゃないですかね。あのとか、あのこの間ね、あのほらこの間のあのワールドカップじゃなくて、あのアメリカンフットボールのあの1年に1回ね、あのそういうアメフトのやつでハーフタイムショーって言って、ハマータイム、ハマー、はい、そのハーフタイムショーにそういうエムネムとか、そこら辺の著名人ね、みんな出てましたね。一度、はい、あの、はい、あの辺もみんなもうね、ウルトラ億万長者ですよね。もうで、なんだっけ、名前なんつったっけ、そう、そのリーダーのそのすごい人がいるんですよね。はいはいはい、そうですよね、はい、あの辺の大御所ラップやってた人たちはみんなもう億どころか、まあ数百億円あるんじゃないですかね、みんな全員ね、はい、もうああ、はいはい、そうですそうですあそこ筆頭にね、ああ石橋さんねえ、石橋貴明さんね、やっぱあの人すごいですよね。62歳3歳でね、 YouTube とかでもね、もう未だガンガン人気ありますもんね。あのすごいっすよね。こないだの話じゃないですけど、そう、僕が中学校3年生ぐらいの時にね、あの夜の深夜番組でね、
オールナイト富士でしたっけ、なんかその頃にね、トンネルズが出始めてね、あのそれこそね、あの学ランの長ランみたいな着てね、頭あの突っ張り風の頭にして、あの金髪のこんなグリグリにしたりしてね、で深夜ですよ、その初期はね。でその時の司会のやつにね、なんか お前ら次やってみろみたいな感じではい、あの頑張りますみたいな感じで、一気ね、あの一気いただき、一気歌わせていただきますみたいな見てました、はい、僕も見てましたねえ、あれが走りですよね。でなんか司会の人、もう司会の顔は覚えてないんですけどね、それがはいはいはい、でなんかわざとなんかもうお前らいいよみたいな、もうあっち行けみたいな、そのとか言って、もうちょっと歌してくださいよみたいな、お前らもう次みたいなそうですよね、元気な日本ですよね。あの時パワー、そうあれ、あの時がもうあの子が世界一になったんですよね、うん、そうで、もうそうで、で元気でしたよねで日本、そうですよね、まあもう一度ね、もう一度ジャパン、ああいう風になりたいですよね、うん、まだどうなんですか、うん、だからそのね、少子化ね、子供が減少してるっていう、それをねまず止めないとダメですよね。あの、うん、ね、子供をね、もう日本全国2人目から全員ね、子供が18歳になるまで、はい、補助金を出すとかね、はい、全日本国民、もう国が借金してでも、2人目以降、もしくは1人目でもいいですよね、そのもう子供を産んだら、18歳まで補助金出しますみたいな。で2人目産んだらもっと出します、で3人目産んだらもう5倍ぐらい出しますみたいな。そう、いや産めば産むほど国が毎月補助金を出すみたいなね。あの頃の元気、ほんとそうですよ、ほんとにね、ほんとそれはね、ほんとそうですよ。だって僕ら一人一人もね、もう19歳で死ぬまで働く日本、こんなはずじゃこんなはずじゃですよね、はいはい、年金もねどんどんスライドしてるしね、なんか言っていい、できればね、75歳ぐらいから受け取ってくれみたいなね。あの、どうなんですかね。だからね、僕らね、僕たちも、なんだろう、昔の人より、60代、70代、80代になった時に、昔の人よりパワーがあって、エネルギーがあって、ね、っていうならね、話別ですけどね。なんかそういうの開発してね。あの、そう。あ、そうですか。やっぱり。出産クーポン。はい。だってもう、今もうね、日本、まあ日本のね話するともう限界来てますよね、日本ね、うん、
のいい話ですよ。うん、出すべきですね。うん、だってねえ、わけわかんない国にね、バン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 金ばらまくんだったら、まあ外交なんですけど、それを内側にばらまけっていう話ですよね。うん、ねえ、発展途上国のね、国の首相なり首相なりね、キングがね、日本を訪れた時にね、で天皇陛下とかあったりして、はい、そうですよ、そうですよ、もうそこしかないですよ、そこしかないんですよ。だって中国だってもうと2年前3年前もちろん気づいて、その一人っ子政策やめてるんですから、もうまずいまずいよっつって、やっちゃったよこの数十年俺たちみたいな、空白な数十年みたいな、もうとっとと気づいてますからね。でもう悪かったよ俺たちみたいな、悪かったとは言わないけど、だからもうね、もう今何人でも産んでいいんですよ中国は、はい、でみんなおーやっとだよみたいな感じで、2人目3人目今バンバン産んでるんですよ、そうだから日本も本当にそこなんですよ、そこもうそこしかないんですよ、もう次のもう子供たちのそのエネルギーが必要なんですよ無理なんですよもう、でないともう矛盾だらけなんですよ。そうなんです、そうなんですよ、もう自国優先なんですよ、顔色を疑ってる場合じゃないんですよね。まあただね、その日本の中の国内がね、そのずっぷりいろんなね、こうしがらみがこうあるじゃないですか。だからまあ何党でもそのね、はいはい、育児環境、もうそういうのももう強制的に力ずくにこうどん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 変えていくみたいな。そうで、そのこの間ね、日本のお客さんとも話したんですけど、こっちで日本人のね、男性の同じ世代のそのね、やっぱりいや、こうした方がいいじゃないですか、ああした方がいいじゃないですかって、でその国がもう命令して国民にっていう話を僕は言ったんですよ。そしたら、要するに資本主義社会なんで、命令ができないと、命令してしまうと、共産主義、社会主義になっちゃうからね、はい、そうですよね。恵子さんは頭いいですよね、めちゃくちゃ頭いいですよ、そうなんですよ。だからそのそこはまず一点ね、資本主義社会でいいんだけれども、そういうもう今の日本のようにね、もう今もう崖っぷちまで来てるんですよ、もう20年ぐらい前から、もう崖っぷちなんですよ。でも、はあ、それが今の状況なんですよね、でこの崖っぷちを直す方法は、まあ僕らはね、みんなもうこうした方がいい、ああした方がいいっていうのはあるんですけど、それをじゃあもう明日からね、閣議決定して、はい、皆さんこうしなさいっていうのができないんですよ。だから社会主義とかじゃないからね、はあ、そう、だからそこがね、資本主義の難しいところなんですけれども、それにしてもねえ、無策ですよね、政党この人たちはね、あとは、まあね、素人ながらの考えは、
もう一層ね、衆議院参議院全員クビ、全員で全員政治過去の政治家に関係のない、人たち、お父さんとかおじいちゃんとかっていう人はダメで、それ以外の、国民をもう総入れ替えみたいなね、日本全国から、全員衆議院も参議院もね、はい、ファイヤーみたいな、はい、でその新しい脳みそで、正しい方向に日本を持っていくみたいなね、そうですね、はい、ある程度そのそうなんです、そういうだからそういう今のも踏まえて、その結局今の日本ってね、その政党なりその宗教なりそのね、そういう在日の方とかなりの支援があって成り立ってんじゃないですか。だから、そういう人にも配慮してしまっているから、もうイエスもノーも言えないんですよね、はあ、本当は多分頭の中で言いたいこといっぱいあると思うんですよ。でも口に出せないんですよね。ね、口に出してしまったらスパーンと首吹っ飛んでありますからね、っていうその歯がゆさが日本のねこの政権にはありますよね。あと、あとはもう日本もああいう首相制度ではなくて、アメリカのようにもう大統領制にしちゃうとかね、もうシステムも思想も、アメリカもそっくりにしちゃうみたいな、共和党と、民主党みたいな、まあ中のね考え方は若干日本っていう国とアメリカっていう国は違うんですけど、で大統領制にして、任期も4年、だからある程度のことでは、普通はもう首相もクビになんない、大統領もクビになんないみたいな、ってやればもうちょっとね、日本もこう強くそのリーダーがその強くこう発言できんじゃないですかね。まあとにかくこのまんまじゃまずいっすよね。このまんまじゃもうこのまんまじゃこんななってますからね。でね、僕らやっぱ歯がゆいっすよね。そんなの嫌だし歯がゆいしどうにかしたいっすよね、うん、僕もねこそうですよね、はい、サーフィン衛星さんね、はい、僕もねもうずっぷりこっちで生活してますけど、やっぱりね時間があれば日本のニュース見ますからね。もうさすがにね、もう芸能ネタはもうほとんど分かんないんですけどね。誰が誰かとかね。誰が有名なのかもう分かんないです。可愛い女の子を見てこの子名前なんつうのみたいな、ね。でもそういうねちょっと大きなニュースとかねそういうのは見てますよね。やっぱね僕も。日本で生まれてるからね。だから、やっぱ自分のね、生まれた、その祖国はね、みんな、やっぱ祖国愛っていうのは絶対ありますからね。まあ、どの国の人もね、話するとみんなそうですよね。アルゼンチンならもう、あなたのお名前なんていうのみたいな。ねえ、本当そうですよね。だからそうで多分ねみんなそうだと思うんですけどね、僕もそうなんですけどね、その日本から出てやっぱ数年とか経ってくるとなおさらね
なおさらもう、ああ、やっぱそうですか。なんか僕だけかなと思ったんですけどね。もう、もちろん歌もそうです。音楽も。音楽もそうだし、あの、全然わかんないです。まあね、あの、子供のおかげで、ああいうね、あの、鬼滅の刃とか、ナルトとか、ボルトとか、それはね、なんとなくわかってきました。あそこなんだな、今、みたいな。あと、そのね、そう、鬼滅の刃すごいっすね。面白いっす。あの、今更なんですけどね。あの、大好きですね。あれ結構ね、大正の日本ですか。を舞台にしてて、僕ちょうどね、今あの、吉原のあの、花魁とか、あの辺の話を今見てるんですけど、すごいっすよね、作者。あの、日本のあのね、遊女、花魁の、描き方を、見事に、ね、子供も見れるようにやってますね。すごいっすね。死滅の刃。死の滅亡の八つの前、刃。ねえ、あれは、オイラン。もうあれで、そうっすよね。じゃあちょっと吉原行ってみようとか思いますよね。ねえ、オイランとかね。まあ、すごいっすよね。ロビンソンのスピリッツ。ああ、そうですね。あの、なんかそうですね。年々ね、年々深くなってきますよね。あの、祖国愛ね、祖国愛。あの、そうですよ。そう。だから僕もね、なんかお客さんとかにもね、そう、どこが好きなの？まあ、そういう質問されたら、ああもちろんジャパンだよみたいな、何言ってんだよみたいなね、はい、まあでもそれはもうアルゼンチンならアルゼンチン、フランスならフランス、ドイツならドイツね、ブラジルならブラジル、そう、タイならタイ、中国なら中国、韓国なら韓国、みんなね、それ自分たちが生まれた国がやっぱりみんな自分たちがの国な、好きな国の人あるんですよね、はい、それはもう当たり前ですよね。あの、自分がそこの大地で生まれたんですからね、自分が生まれていないね、土地が大好きなんていうのはやっぱりおかしいですよね、はい、母国愛ですよ。これはね、人間ね、通常ならばそういう風になりますよね、あ、そうなんですか。なんかね、あの、僕が見てきたニューヨーカーにいる、日本人は数年経ってくるとみんなね、やっぱ日本がいいなっていう風になりますね。で、まあ、僕のケースは、一回は、ね、まあ、これは世界中の全男性ですかね。一回は、極右傾化するんですよ。もう思いっきり右に行くんですよね。で、僕も、35で渡米して、40、前半ぐらいまではもうバリッバリ右に行っちゃうんですよ、だけど
それでなんか世界史とか、日本のこととか、まあ当たり触りだけでもね、まあ YouTube なり、そういうのでこう、そうっすね。日本国内にずっといっぱなしだと、それは感じますね。まあそれもね、やられちゃってんのは、あの第二次世界大戦の後のね、あの GHQ のマッカーサーね、彼が悪いんですけどね。彼が今の日本国憲法を作って、ね、骨抜きにしちゃったわけじゃないですか。日本人のね、愛国心とか、道徳とか教育。彼がほとんどの大学の日本の歴史とかのね、本を燃やしたんですよ。ほとんどの重要な日本のびっちり書いてある書籍をほぼ燃やしちゃったんですよ。で、即座に、その頃いた、主要なね、東京大学、まあどこでも、どこの大学の教授も全部すり替えたんですよ。で、はいはい、そうですよ。アメリカ人はアメリカ大好きですよ。その前までは日本人は日本が大好きだったんですよ。で、宗教も、その第二次世界大戦で負けたその後、宗教こっちも空っぽにされて、僕も含めてね、その戦後、生まれた僕ら日本人っていうのは、こっちも空っぽ、教育も空っぽ、ね、宗教も空っぽ。わざとなんですよ。だから当然、今の今日現在の、まあ、僕も含めて、普通の日本人は宗教にほとんど入ってないんですよ。この空っぽにされたこの理由が GHQ のマッカーサーが意図的にやったんですよ。その空っぽにしないと頭の中を、その、僕ら日本人ってすごいから、すごすぎるから、その、恐れてたんですよ。もう二度とこういう強すぎる、その日本人っていうのをもう作りたくないと。っていうのでね、はい。まあね、それは、はい。また今度ね、そういう話を、みたいな。で、まあ現在の僕らになってしまったみたいな。だから、一般の人は、仏教も神道も意味がわかんないみたいなね。そう。っていう状況を作り込まれちゃったんですよ。で、仏教って何みたいな。神道って何みたいなね。で、ほら、宗教って悪いもんだよ、みたいな。そうそう。本当はね、宗教って悪いもんじゃないんですけどね。僕は、はい。そうなんですよ。だから教科書も全部すり替えられて、メソメソ教育じゃないですか。ね。ああ、なんて日本は、なんて悪いことをしてしまったんだ、みたいな。そんなことないですよ。全然悪いことなんか何にもしてないですよ。だから、この間のね、話じゃないですけど、戦争の勝者の教育ですからね。はい、勝者、ね。もう弱者、負けた側はね、敗者は、ずっと黙ってるしかない、みたいな。っていうね、そこが前提ですよね。ただ一つ不思議なのが、その要するにもうそれは75年前1945年のそのサインさせられてからの日本国憲法だから、もうそんな GHQ のマッカーサーが15分ぐらいで作り上げた、その、はい、そうなんですね、彼が作り上げた、なんか10分とか15分で作っちゃったらしいですよ。はいはいみたいな。そんなのを未だにね、守っている日本人が悪いんですよ。自分たちでもう独自の、日本国憲法を作ったらいいんですよ、もう。っていうね。まあそんな感じで、すいませんね、この話し始めたらもう、こう
熱が出てきますからね。はい、すいません、もうね、今ね、申し訳ないです。これからね、ちょっとお店に、向かいます。今日もね、ちょっと今日もね、またたわいのない雑談でしたけれども、ご視聴ありがとうございました。はい、ではね、また、はい。あ、どうも、あ、そう言われるとね、嬉しいですね。はい。はい。頑張ります。ではまた、ありがとうございました。さよなら。See you! バイバイ。